したの。さあでもその電話のさやつになってるけどさ、電話代かかっちゃってるのかな。怖さなわけあるかいと思ってる。スカイツリーが綺麗。いいね。もうスカイツリーが綺麗だね。そうね、灰色なんだもん。ただの鉄のね感じじゃないから。さあということで始まりました。どうも、一点です。起きてたんか、あれ。さすが。意識が強い。ということで、帰りの最中でもう渋滞全部抜けましてですね、もうね、我々の目の前にはね、スカイツリーというもう輝かしいものを光らせながら、ね、光らせるか、色ついてる。こうやって見るとスカイツリーもいいね。ほら、ほら、ペンがいいね。ないね。キラキラしてるな。イルミネーションみたいなもんね。そうね、目に悪い色して。ね、いいね。いや、あれ1本だけでもすごい量の電気もね。あれ1本で100万ドルいってる可能性あるよ。100万ドルの音だ。無駄遣いしないで。カーリン電波通してくれ。東京の電気を。ちょっとさ、光らせすぎじゃない？電気つけなくていいから。だって東京タワーですね、今だって光ってるでしょ。東京タワー光あるけど時間が短いから、うん、あ、そっか、12時で終わりだからね。そう、うん、まあということで、はい、お墓参り終わりましてですね、はい、帰りの最中でございまして、なんでいつも思うんだけど、筑波から東京方面に向かう間は渋滞になるんだろう。帰りはね、いつも渋滞。そう、よくある渋滞じゃない、絶対自己渋滞。そうね、事故るなよって毎回帰るたびに事故るんだよね。勘弁しよしよ、ほんと。ということでね、君らが寝てる最中にね、はい、自己渋滞を抜けたんだよ、うん、一人で歌いながら、うんうん、でもね、前回の自己渋滞って守谷パーキングエリアから、 どこまでだったかな、相当先だったんだよ。もう60キロ近く渋滞してた時。だって前は家に着く前にはもう19時ぐらいになってたよね、高速乗ってる最中で。そうそうそう、まだ雨だったよね。雨だったね。しかもあの時守谷ってことはまだ茨城にずっといっぱなしの時だけど、今はね、でもまだね6時半なんだよ。そう、本当だ、5時に出たんだね。そうそうそう、今回は短かった、よかったよ。冗談じゃないよ。申し訳ない。いや、いいんだけど。首が痛くなっちゃった。普通にね、寝ることはね、嫌な人じゃないから俺は。ただね、まあ自己渋滞が短くてよかったなっていう。だから元々多分もう終わりの段階だったんだろうなっていう感じなんだろうね。そうじゃなかったらだよ、ほんと。ということでね。今日はじゃあもうこれで終わりだね。もう花笠で買い物もしたしね、寄ってくれたから。うん、そうね、長男が、さすがいいところ、さすが。なんかすごかったね、やってはなかったけど、材料買ったら2階でバーベキューできるっていう。 あれやってなかったの。あ、今もうコロナの影響でやってない。本当にできんの。うん、ね、書いてあった。マジで、ほら、あなたがふざけてさ、買ったらこの目の前でできるって言ってたじゃない、なんかやべえ店じゃないかって俺返したけど上でできんだ。そう、ナホだと思ったでしょ。ナホだ、チーズの欄の上の方に2階に持ってって飯を食うみたいな感じだと。え、マジか。やっぱマジできるんだと思って。場所代がかかるんだよ。そう、場所代だけで材料は自分たちで買ってって、場所代もかかんないんじゃない、そこで買えば。だって火の感じ、そうだ、ね、1人何千円みたいな感じとかかんじゃない。いや、だとしても安いでしょ結構。で、やべえぞ、肉が足んねえっつったら、下行って買ってまた上がってくる。安いねえじゃねえかって言ったらね、だから結構いいね。だから今日の夕飯どうする、焼肉行く、あ、じゃあもうあそこでいいじゃんっつってさ、うん、花政行こうっつって花政で飯食うっていう感じにもできるよね、うん、いいね、田舎で。もうそういうの都会じゃ考えられんですよ、ほんと。という、もうね、およそ1キロ先、銀座方面です。銀座方面、銀座方面ですっていうのは分かるけど、銀座方面ってどっちよ。銀座方面、あ、ここ、そうか、絶対
一車線になるから混むんだよ。入れてあげよう、入れ野田野田よし、ナイスハザードだね。ハザードできる人だ、できる人だよな。ハザードする人にはもうちょっと一発喜びのクラクションをやめなさい。ありがとう。煽られたって思う。またあれだよ、あなたがあのクラクションを押した時にちゃんとありがとうって出てくるならいい。そうね、ありがとう、ありがとうって。そうだな、気持ち、気持ちで、気持ち、これね、気持ちのクラクションができればな。そうだね、ね、そういうのできたらいいんだけど、クラクションって全部だってもうね、煽りになるからね。そう、感謝と怒りと、そう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 、使い分け。まもなく銀座方面、感謝はハザードだな。その先銀座方面です。銀座方面まっすぐってことか。あのこう真ん中に入れてあげたのにさ、うん、ハザードたたあのハザードをたかんつけない、あの車に対してこうブン押した時に、おいハザードだけよ俺何様だって言ったら、はい、あのこうブーってならない、クラクションがおいハザードだけよおいハザードだけよおいハザードだけよすげえ、あ、クラクションの帰りに言葉が出てくる。そう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 、発せられるんだ。おいハザードだけよ、全部同じ一定の音程でいいね。で違うボタンで入っていいよって。そうそうそう、来いよ、うん、来いよ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 でハザード耐えたらグッチョブグッチョブグッチョブで入った瞬間ありがとうってラインスタンプみたいな本当だね。いいね、ラインスタンプ感がある。なんかすごい銀座方面、あの人みたい。その先左方向銀座方面です。なあ頑張れ、名前が出る誰だ、歌歌ってる人、俺んち来ないかって。ああ来たん、そう、俺の前来いよっつって俺の前来いよって。 であの曲流れ始めるから、俺の前来いよでプッと押そう、ワフー、うまいに行けないかにバーるって。すごい未来の車にできるかもしれない。いやでも、でもね、感謝とかっていうね、ハザードだけじゃね、うん、ね足らないよね何かしらちょっとあれば。まもなく左方向銀座方面です。その先煽られた時の対処法、都心環状線です。ボタン押すと白旗ごとになってるバサッバサッって勘弁して勘弁して勘弁して、負けました負けました、勘弁して、ちょうよよしかったっつってやめると思うよ。映ってるよっていいんじゃない、映ってるよ、あ、グッチョブ、前も後ろも映ってるよ、ナンバープレート見えてるよって銀座方面こっちだ、クラクションで警察へ行こうって思う。いやいいね、あ、もしもしポリスメントが出る、通報しちゃっていいかなっていうスタンプ、もしもしポリスメント煽った車が警察だった覆面覆面パトカー、煽られて相手が降りてきたら、うん、およそ携帯電話を向けて、窓を開けない、ドアを開けない、ひたすらその人の顔を映すっていう対処法ですって言ってたよ、うん、そしたら向こうも何もしなくなるからって。まあね、窓を開けるのは一番ダメだよね。ダメダメダメ、それはダメだよ、うん、話し合いにしたかったら一回出てぶん殴った方がいいから、その破ってくる人はいないでしょ。まあ武器さえ持ってこなきゃね。羽田方面です。そういうとんがったものを持ってれば割れちゃうかもしれないけど、まあ、そしたらもう完全に誇張勝ちやけどね、うん、器物破損とともにね、銃刀法違反にもできるし、傷害未遂にもなるのかな、全般的に、あと 殺人未遂にもなるかも、ね、だからもうめっちゃ罪重くなるからね、うん、あんなことをしといて、そこに囲まれた時にああだこうだ言って出せと思ったもんね、最後は。およそ3キロ先右方向、ね、芝公園方面です。いやー、だから撮影者の人はナイス撮影だったよね。他の人たちも実はほらいろんなところでやられてた人もいたわけだから、うん、それを警察持ってけばね、一発よ、一発でグッバイだよ、君の人生グッバイ。
もさ、銀座のさ、分かる人分かると思うけど、高速がさ、あの下なのよ、うん、高速なんだけど下なのよ、それがね、すごいね、違和感分かりづらい、分かりづらい、一般道みたいになってる、貨物トラックのスピードの速さがやべえ、なんかぐちゃぐちゃになってんじゃねえか、すごい傾いたぞ、さ、これ、これがわけ分かんないね、ほんとこのさ、橋の、なんだろう、支えてる柱の間を2車線でなんか囲むように行くっていうさレースするための場所かな、ここでイニシャル D も黙ってないよ、峠を攻め始める、峠を攻めるぞ、したら杉田さんのおじいさんが峠を舐めるなって怒りに来る、峠を舐めるな、うちの山を舐めるなってくる、東京の高速下道は基本的にだるい、これだからさ、田舎の方面の方が運転しやすい、ビルがいっぱい建ってる中に頑張って高速を作ったって感じだから、うん、上じゃなくて下にっていうすごいよね、うん、っていうかよく考えてみたらさ、よくこの 何十年でさこんなん作ったよね、だってさ高速できたのっていつ、そんな100年も前じゃないじゃん、およそ1キロ先100年も前なのか、だってでもだって ETC できたのって調べたら結構この前じゃん、うん、びっくりしたよ、 ETC って割と最近なんだと思って、そうだね、びっくりした、なら渋滞避けるためのやつなんだろうけど、渋滞避けるために高速できてるけど渋滞は緩和しない、うん、バカがいっぱいいるからETC つけたところで緩和しないよ、結局バカが多いから若さんがいっぱいいてね、変に事故っちゃったりとかして、しょうがない事故はね、巻き込まれとかあるかもしれない、でもね、どう見たってお前が悪いだろうってことも多いからね、安全運転第一、もう変に高速でもね、ぶっ放してね、事故ったら元も子もないからな、右方向です、事故った時の処理は本当にめんどくさい、もう嫌になっちゃうぐらい、およそ1キロ先、左方向、ね、芝公園出口です、早く帰りたい気持ちはもちろん誰だってそうなんだけどさ、うん、早く行きたい、ね、早く帰りたい、でも事故ったらもう早く帰れないじゃんそう、はい終了だからね、逆に時間かかる、そう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 、眩しい、タイヤパンクしてるんじゃねえかってぐらいカカンってなる、後ろやべえ、めっちゃ眩しい、まもなく左方向芝公園出口です、よっしゃ高速出るぞバカタレ、右方向です、二度と高速乗るか、でも来週には乗るんだよな、来週何やん仕事だね、そうだね、仕事だね、乗りたくなくても乗っちゃう人はいるから仕事で運転するのは左方向です、おい甲子園もいいところだぜ、やめてくれよ、芝公園降りちゃおうか、カットバスなんてやつを、いやー出れた、右方向です、その先 200m で赤羽橋南を左方向です、右にジェックついてる、左しか行けねえじゃん、右行けっつってんのに、え、いや右行けるよね、なんで左しか行けない看板になってんのあれ、まあいっか、なんとかなるべ、ルートが外れました、どうにかしてください、およそ 200m 先右方向です、次の信号は右方向です、ルートが外れました、目印です、ローソンが目印です、その先 600m で芝5丁目を右方向です、もう一個先ってこと、フォーミュアだけど横は奥、奥にローソンある、ああ奥にローソンある、いや目の前にローソンある、そこでいいんだよ、あ、うん、うん、うん、いやファミマ目印にせお前今出てるよファミマほら
だってさ、ローソンが目印ですって言ったじゃん。ローソン前でさ、ローソンが目印。上本ローソンの間の道を右に曲がったらエントちゃいますよって言ってくれればさ。ローソンが目印です。いや、どっちに行けばいいんだよ。右に行ってくださいって言ったからね。反応したから、ちゃんと。あら、ちゃんと答えてくれた。絶対違う。ファミマ目印だって。ローソン目印だったらさっき行くのかなと思った。コーヒー屋さんか。コーヒー屋さん。あ、ドトル。ドトル。縛ってる。あー、疲れた。いやマジで本当家でよかった。ちょっと本当10分ぐらい意識飛ばしといて、ね、あ、ジャスミンがある。間違えた。ジョナサンだ。ジョナサン、マジ飛ばしてなかったら終わってたな。ジョナがすげー寝てる、すげー指かいてるって言ってた。え、マジやっぱ指かいてた。かいてた。だから寝かしとけばいいよ、ちょっと寝たら落ち着くでしょって言った。そしたら最後の起こし方がすごいよ。ソファ叩いた。ソファドーンって叩いて起こしたの。およそ5時だよって。めっちゃびっくりしたんだけど。起こし方がすごい。コノちゃんもそうだよ。私は早く。私は動物じゃないんだからさ。ソファの上でジャンプしたの。寝てるっつって。したよ。いやでもいやでもおかげさまで全然眠くない。ちょっとは寝ないとダメだろと。昨日本当に5時間しか寝てないよ。まあそんなにねあれだけど。さあ、じゃあということでどうする、ラジオ止めます。そうですね。じゃあということでですね、今回のラジオはまたね、車次の信号は右方向です。でね、ファミリーマートの目印です。まあ本当か、ファミリーマート目印ってところ。右方向です。目印のコンビニを探すのが大変、この夏コンビニ大好きか。まあということで今回はここまでにして、また来週別の形で、ラジオを撮りますので、おい、来週は何かな。うわ、疲れたな、バカ野郎。ということでさようなら。